い、どうも、はじめまして、リベルタの藤丸と申します。西宮でカジュアルなイタリアンをやってます。はい、では豚肉と水菜の生春巻き作っていきます。まずソースを混ぜていきます。マヨネーズですね。おろし醤油で、ここに、口を少しずつ混ぜていきます。で、次にポン酢ですね。で、全体がまんべんなく混ざったらソースは出来上がりです。はい、そうしましたら生春巻きを巻いていきますね。はい、茹でた豚肉をある程度細かく切っていってください。で、そうしましたら次は玉ねぎのスライスですね。なるべく薄く切ってください。次はライスペーパーですね。うちではこういう四角いライスペーパー使ってますけど、丸いライスペーパーでも全然いいです。もしご家庭になければ白菜を茹でてもらって、葉の部分で巻いてもらっても代用できると思います。そうしましたら濡らしていきますね。表も裏もまんべんなく濡らしてあげてください。で、この時にまな板もある程度ビチョビチョに濡らしてあげてください。そうするとライスペーパーがつきにくくなるんで。で、そうしたら巻いていきますね。はい、巻いていきます。まず大葉を半分に切ってきれいに並べていきます。で、その次に豚肉ですね。で、これ並べるときに手前の方になるべく並べてあげてください。で、次は玉ねぎのスライスですね。そしたら最後に水菜です。半分に切ってるだけで、それ以上は切ってないです。こっちの方が巻きやすいと思います。バラバラにならなくてね。で、手前を持ち上げて気持ち引きながら巻いていきます。はい、巻けましたね。そうしましたらご家庭でまずラップに包んでこの状態で置いておくこともできますし、すぐ食べる場合でももう食べれる状態までライスペーパー戻ってますんで問題ないです。切っていきますね。あとはお皿に盛り付けて完成です。で、ソースを添えて出来上がりです。